皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、福島県郡山市の JR 郡山駅周辺を散策した時の様子を動画にアップしてまいります。この時はですね、JR の普通列車が乗り放題になります。青春18切符、こちらを利用しまして、郡山駅の方までやってまいりました。それでですね、改札周辺はこのようになっているんですが、青春18切符というのは自動改札が使えないので、駅員さんに直接見せなきゃいけないんですね。ただ駅員さんが他のお客さんの対応されていたので、私46がつくアイドルのファンでありますのでね、とりあえずこれを見ておきました。なんか足ばっかり取ってたんですけど、見とれてたんですかね。ということで改札の方を抜けました。JR 郡山駅はもちろん東北新幹線の停車駅でもあります。ということで駅の建物も必然的に大きくなりまして、駅ビルの方もですね、大変このように規模がでかいですよね。駅の建物にはですね、エスパルという複合商業施設が入っていまして、今さっきの映像でもですね、いろんなお店が入り込んでいるのがお分かりいただけたかと思います。そして映像の方は JR 郡山駅西口側の駅前の様子をお見せしている形ですが、こちらがですね、大変目を引きますよね。こちらが郡山最大のね、高層ビルとなります。ビッグ Y というね、オフィスビルとなっております。こちらの建物高さ133メートル、そして24階建てということで、で、上の方にはですね、無料の展望スペースだったり、あと科学館とかプラネタリウムみたいなのも入っているそうですね。こちらの展望スペース行きましたので、また後でお見せします。そして駅前の光景になるんですけれども、だいたい5階建てから10階ぐらいのね、オフィスビルなんかが点在しておりますけれども。ということでね、駅前に大きく広がっているペディストリアンデッキを降りましてね、地上に。まずは駅前を、北側にね、駅前通りを進んでいくという、そんな形となっております。こちらね、カラオケのビッグエコーがあったり、コインパーキング、そしてその奥にはですね、複数の、7、8階建てぐらいでしょうか、オフィスビルが連なっているという形。向かい側ね、そのビッグアイの奥の方には駐車場みたいなものも見えております。駅前の景観ですけども、あまりごちゃごちゃしていなくて、このようにね、右手の保険会社のビルだったりとか、結構シンプルですよね。奥の方、タワーマンションのようなものも見えておりますが。ということで、駅前の通りをですね、ちょっと奥の方に入っていってみたいと思います。するとですね、このように急に映画館の建物が出てきましたね。で、さらにこれ、一旦南の方にね、進んでいってるんですが、また、映画館の建物が別でね、多分同じ映画館だとは思うんですけども、建物が別というね、そんな感じになっております。だんだん雲行きが怪しくなってまいりました。この日の天気予報は雨だったんですが、駅に降り立った時に降っていないので、大丈夫かなと思っていましたら、とうとう雨にやられてしまうという形となりました。でも運よくですね、このようにアーケード街があったんですね。こちらでね、一旦雨宿りをするという形になりました。こちらのアーケード街ね、このように自動車が走行可能になっているという、そういう形のようでございますね。で、このアーケード街に並んでいる建物、お店に目をやりますとね、このように結構夜のね、もうがっつりほら無料案内所とかね、かなり女性の方のね、お写真が、数多く並べられていたりとか、こんな感じで角には飲み屋さんがあったりするという、結構、夜の雰囲気がもう8、90% みたいなね、急におもちゃ屋とかあってほのぼのしますけれども、アーケード街を駅西口からまっすぐ伸びる県道17号線の方面に進んでいきます。この辺りはほとんどコインパーキングとなっていますね。そしてこのように無料案内所にね、ホストクラブとあと女の子の店の広告かな、そういったものが堂々と描かれておりますけれども。ということで、その県道17号線の方までやってまいりました。一旦駅前の方に通りを戻りまして、そしてね、だんだんと西側に17号線を進んでいくという形をとりました。このようにね、肩持ち式のアーケードとなっておりまして、その通り沿いにですね、いろんな高さのね、いろんな種類の、ビルとか並んでおりますね。居酒屋からカラオケ、右手にはビッグエコー、左側にはジョイサウンドといった感じで、居酒屋も大手の、居酒屋から、小さいね、飲み屋さんみたいなものまでいろいろ見えております。このジョイサウンドの奥の方にはですね、また別の飲み屋街みたいな夜のお店みたいなものがね、ちょっと見えております。車道の方片側2車線ありまして、そして歩道もね、なかなか広くて、なんか自転車道みたいなのもあるのかな。かなり広々として移動しやすいような、そういう、道路となっております。で、ちょっと行きますとね、このようにスクランブル交差点のある場所が見えてきましてね、こちらを渡ります。交差点角にはですね、なかなか高級そうなホテルなんかもね、立っておりますけれども、ここからですね、このように歩行者天国となっている商店街みたいなところに入ってまいります。こちらがですね、中町夢通りという商店街らしいです。まあ映像左手の方、招き猫のカラオケだったり、あと居酒屋とか、あと焼肉屋さんとかがね、複数立ち並んでいるような感じでありますけども、いや、この通りなんですが、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。なんかしっかり表参道テラスみたいなのもありますけどもね。いや、確かに規模は違えどですね、本当に表参道レベルでね、すごく清潔感があってね、なんかもはや異国情緒すら漂っているような、そういう雰囲気の商店街となっている気がします。海外旅行のハードルが高いこの時期ですからね、こういう光景ってなかなかワクワクしますね。そして左手の方、大きな建物が見えてまいりましたが、こちらがですね、薄井百貨店というね、そういうデパートだそうです。ちょっと中に入ってみました。私はそれぞれのエリアのですね、デパートの地下に行きまして、食品コーナーを見るのが好きなんですね。やはり、その土地土地の、食品とかね、料理とかを見ることができますので、ご覧いただいている皆さんにもですね、今後そういう都市散策の機会がもしありましたら、こういう楽しみ方をされるのも大変おすすめであります。そして今まで歩いてきた通りをですね、また元の方に戻りまして、途中でこのようにちょっと細いね、路地裏みたいなところに入ります。先ほど一瞬ですね、駅前の県道の通りの反対側に移っていた、飲み屋街があるかと思うんですけども、そのエリアをね、実際に歩いてみるということにいたしました。まあ建物の雰囲気を見ていますとですね、結構古いような、そういう建物が多くてですね、かなり昔からこの辺りが、飲み屋街としてね、栄えてきたんじゃないかなというふうに、そういうふうなね、予想をさせる、そういう景観でありました。どうやらこの通り、陣屋通りという通りだそうなんですけれども、まあまた夜とかね、歩いてみたら全然違う光景が見られるんじゃないかなというふうに思ったりします。ということで一通り駅西口側に広がります夜の街を散策したところでですね、まあ駅の方に戻っていくことにいたしますと。こちらの通りもね、なかなか建物が小さくて、おしゃれで可愛らしい通りですね。ということでこれね、駅の西口側に戻ってきました。先ほどもビッグアイも見えていますね。こちらね、なんとヨドバシカメラがあるんですね。もうヨドバシとかね、ビッグカメラって言ったら都会の象徴であるかと思いますので、やはりね、この郡山というのも街なんだなというね、大都会なんだなというのをね、再認識させられるような、そういうね、家電屋さんじゃないかなというふうに私は思ったりするんですけれども。で、現在はですね、駅西口、駅前を南の方に逆に進んでいっていると、そういう感じとなります。まあこんな感じで5階建てぐらいのビル、オフィスビルが連なっているんですが、なかなか景観としましてね、本当おとなしいなという、穏やかだなと、そういう感じがいたします。ということで、JR のね、線路の方を越えてですね、駅の東側を見て回ることにいたします。地図を見た感じですとね、駅東側の方、いくつか大きめの商業施設があるようでして、そのあたりを見て回りたいなというふうに思ったわけであります。まあ、線路を越えている間はですね、結構大きめの建物がたくさんあるエリアなのかなというふうに見えたんですけど、実際に越えてみるとですね、まあ、このように駅近くとなるとね、まあ、でこれ原子力の賠償紛争解決センターみたいになりまして、やはり福島県ということもありまして、大変ね、そのあたりの問題深刻なのかななんて、思いましたよね。まあで、このあたりの景観なんですけど、まあ駅近くはねそこそこ高い建物あるかなと思ったんですけど、それをちょっと超えたら、まあ、これもねなんかオートレースのなんかあれですかね、施設ありますけども、結構ねおとなしめの、景観がね市街地続いているなと思って、でもちょっと進んでいったらね、こちらがですねイオンタウンですかね、こちらがあるわけですね。すごいでしょ、この駐車場の大きさといいですね。もう奥の方まで商業施設がずっと延々と連なっているといった感じ。私もね雨の中傘を差しながらですね、安全な場所でこのように、いろいろねお店があるよというのを、撮影しているという形になります。スーパーマーケットからマクドナルドからね、ほんといろんなお店が入り込んでるのがね、わかるかと思います。というか、この辺りの看板見るとね分かりやすいかと思うんですが、むしろね、広すぎてあまりにも施設がね、もう看板ですらめちゃめちゃ遠くてですね、まあ大画面でご覧いただいている方だったら分かるかと思うんですけど、なかなかねスマートフォンとかでご覧の方だったらもう看板に何て書いてあるのか分からないというね感じかもしれないですね。でこの辺りの通り東武幹線というそうなんですが、まあ少しイオンタウンの東側のね、南北に伸びる通りの方まで出てきましてね、まあこの辺りは松屋とか、あと道頓堀のお好み焼き屋さん、横紅丸のスーパーマーケットなんか見えておりますけどもね、これイオンの付近ということで、まあでもその辺りを少し越えるとですね、このようにすごい古い建物が見えてきたりとか、かなり、歴史を感じる、そして落ち着いたね本当穏やかな市街地だなという、そういう景観が広がっているんですけれどもね、まあそんな通りを北の方に上がっていってですね、でまあこの辺りなんか自動車学校みたいなのあるっぽいんですけれども、まあ、だんだん北の方に上がっていきまして、また駅のねもう東口側の方までね、行きますとまた別にね大きめの商業施設群みたいなのがあるっぽいので、その辺りまでね上がってみることにいたしますと。でこの辺りもねサイゼとかあったりとかね、まあ、ちょくちょく大手のお店とかあるんですけども、基本的にはこのようにね大変落ち着いた住宅街だったり小さめのお店だったりというのはね、まあ時々こういうドラッグストアウェルシアがあったりとか、まあ、小さめの飲食店があったりといった形で、まあでもあれですよね、本当福島県というのは人口的にもねかなり分散している、各都市に分散している印象が本当強くてですね、まあ、実際そうだと思うんですけど、特にやっぱり福島市とかこの今映している郡山市、そしてあとねいわき市とかね、その辺りに人口が分散されているかと思うんですけど、まあ、ちなみにね今挙げた、3つの都市ねあれそれぞれ撮影済ませておりますのでね、また投稿しますので他の都市もぜひ、ご覧いただけたらと思います。でこの辺りがですねちょうど駅の東側のエリアとなってきまして、まあ、商業施設というか、まあ、飲食店とかですかね少しずつ増えてきたような、そういう感じがしますよね。で奥の方ほら見てください、ラウンドワンスタジアムのですね、建物があって、これもねなんか潰れてますけど、もともとファミレスだったのかなという風な建物、まあ、奥の方ラウンドワンありまして、手前にねシュープラザの靴屋だったりで、あと何がありますか、マクドナルドに後楽園に歌目にかっぱ寿司とかね、あと焼肉屋さんとかもありますか、そんな感じで、看板の方書いておりますけども、で招きの湯、まあだからあれ温浴施設なんかもありまして、だからこの辺りねまあ駅からも歩いていきますし、あと普通に幹線道路沿いということもありますから、まあ車でも電車でも、そういうのねいろんな交通手段使いましてね、この辺りに遊びにWeGo とかもあるんですね。すごいな、結構こういう大手のお店がいっぱい入っている、遊べるね一日中友達と時間を潰せそうなねエリアなんかもあっていいですね。まあですから地元のね学生さんとかお若い方とかね、まあ、基本的に街中で遊ぶってなったら多分この辺りにね集結されるんじゃないかなというふうに思います。であれですよね、多分普通にまあ、JR でね他にも郡山の周りにもね大きめの街あるかと思いますので、たまにはそういう違う街にも遊びに行ってみたいな、そういう感じのね遊び方されてるのかなというね勝手なイメージを膨らませておりますが、ということで、線路を越えましてまた、線路と駅のね西側の方に戻ってまいりました。やはりこの辺りとなるとねオフィスビルが本当多いんだなというのはね一回東側を歩いてねよく分かりますけれども、ということで先ほどもご紹介しました郡山市最大の、高層建築物高層オフィスでありますビッグアイの方までやってまいりまして、先ほど言いましたように無料の展望室があるということで、そちらまでやってまいりました。こちらがねその景色となっております。まずはこれ建物の、北側ですね、冒頭で映しました大きめのオフィスビルに、そしてこちらがね先ほどまで歩いてきましたラウンドワンだったりドン・キホーテなんかがねあるようなそういうエリアとなっていまして、まあ遠目で見てもねかなり建物が大きいんだなというのがね、それが見て取れるかなというふうに思います。でねこの展望エリアの真ん中にねこのように丸いものがありまして、これが多分プラネタリウムで建物全体を遠目に見ると小文字の I に見えるということで名付けられたっぽいです。ということで反対側の方移ってきまして、これ建物の南側だから駅のねこれ西口付近がね綺麗に見えていて、だから中心市街地とかがね、ビル群っていうのがよく見えていますよね。まあ下から見上げますとねそこそこ大きめの建物もこんなね、20階建てを超える、高さからね190メートルの高さから見ると、一気にね、小さくなってしまっていて、で奥の方ね、先ほど歩きましたイオンタウンのあたりが見えているのが分かりますね。いやだってこの遠目で見てもねこれだけ広いんですから、そりゃ現地でねなんかカメラを一箇所で回してもそれはね反対側見えないでしょうというそんな感じはしますね。であれ線路を越える時に使った橋なんかもね映っていますよね。それにしてもですねこの時ちょっと天気が悪かったのが悔やまれますね。特にイオンタウン周辺なんか歩いている時ね映像にそんなに映ってなかったかもしれませんが、結構雨が強くてですね、撮影がしづらかったというのがあります。それにやはり景観的にもですね晴れている方がすっきりしてね、美しく撮りやすい感じであると思いますのでね、また晴れた時にねゆっくりこの郡山の街を、いろいろね今回は駅周辺だけにとどまっておりますし、まあしっかり、郡山市に宿泊してですね、街の郊外までね、広々と見て、回りたいなと、そういうふうにねこの円形を見ながら、そういうふうに思った次第であります。 JR の線路なんかもバッチリ見えておりましてね、このように新幹線が駅の方にやってくる光景なんかも普通に見ることができるわけですね。横でご家族連れの方もいらっしゃいましたけれども、子供さんがですね新幹線が来たみたいな感じで大変可愛らしくね、楽しまれているのがね大変微笑ましかったです。ということでこの展望エリアを去りましてですね、郡山市を、郡山駅から去ることにいたしました。この後ねちょっと電車の時間に余裕がありましたのでもうちょっとね中心市街地実は歩いているんですけども、その模様はまたサブチャンネルと別の機会でもしかしたら上げるかもしれません。とりあえずはね駅周辺を一通りご紹介したという形でありましてね、こんな感じで、改札の方一旦戻ってきまして、郡山市さようならという感じでございましたと。ご視聴ありがとうございました。